かけろ、ノブ。ムクロだ。誰が殺した？恐ろしい侍です。奴は重則の試練一戦について教えろとわめいていました。答えを得られぬと知るや怒りに任せ切りつけたのです。答えとは何だ？見当もつきません。語りを聞かせろ。狙いを見定める。対馬に人の移り始むるほど異様な雷と大風島を襲いけり、雷の満ちたる土より稲妻の獣いでたり、獣さがあらければ里にて暴れ破壊の限りを尽くす。早くて千ことをあたわず、かの稲妻の獣を果たしあたう者あらば重則のみぞとて、義と対馬第一の早業の武者を頼みけり、重則刀を持って余人に遅れを取らず、阿弥陀したる秘剣を試練一戦と称す。人の眼にて見ることあたわざる技なり。重則は村の獣を釣り出して小松ヶ浜へ誘いたり、砂が捕らえる獣足獣二人と渡り合い、稲妻に砂は灰となり木は炭となる。心とばかり重則は試練一戦なれぎりで、最後の獣が発るほど雨雲去りて空は晴れ、対馬は子供の中にけり。その後重則隠れすみて出会う者もまれなり、類なき勇と腕とを示しし者のみに試練一戦の奥義を伝う。大風来たる時刀を重則の庵に捧ぐ。ありどころを知る弟子のまた獣シーゾケンとの思いなればなり。犯人の狙いは重則の技の得得、そやつに渡すわけにはいかぬ。どっちへ行った？女が橋の方へ逃げるとそやつも始末をつけさせねば。